Take care of our little laws. はい。ということでね、やってまいりましょうか。バイオハウスブラッチ。ダウンロードコンテンツ発売記念ということでね、やってまいりましょうか。はい。前回はもうマジで苦しんだ。もう本当、どっかの D 夫人なんかと比べてね、もうマジでね、このまま積むんじゃないかっていうような状況だったんですけど、無事なんとかね、なんかくぐり抜けることができましたわ。本当に大変だったね。あれ？なんか下から生えてくるんじゃなかった？生えてこない？あ、生えてきたね。お前そっから生えてくるのか、びっくりしたわ。こいつは男女どっちだっけ？前世はきっと女だったか。壁、びっくりした。あれ？これ、ああ。あんな生え方されたらほんと怖いよね。あ、まあ、入るのは知ってたけど、まさかあんな近くからニョキニョキっと入ってくると思ってなかったからね。終わり？まだ立ち上がる？立ち上がるならもう、私はやるだすよ。おお。まだいける。すごいかっこいいなくなりだね。下まで見えるんだよな。これ中入ったら出てくるんだっけ。あ、出てきたね。なんか手に入れたぞ。で2万レイか、2万レイか、物足りねえな。あ、これなんか出てくるんだっけ。中入ってくる。はい、飛んでいきます。飛びますか。今の人は分かる人いないだろうな。まあ、気になる人がいれば、あれ見たら分かります。クレヨンしんちゃん。あれ、まだわー言うてる？まだわー言うてる？あ、もう言うてないわ。大丈夫かね。よし、じゃあこっち行きましょう、ぼんぼりに。ルル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 ル。井戸のハンドル使あって、宝の地図は使えない。一個ずらしちゃった、ミスってんだよな。ほい、くる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 。これを回してくるくるさせてる間にスナイパーバイフォー。誰かいる？ん？ああ、でなんか来てるから、そらそらそら。マダリーナってね、マドマゼル。これと組み合わせ。オッケー、これで2000万レイくらいまでいったらいいんだけど、ね、よし、じゃあ行きましょうか。これでも普通に行けばね、ちゃー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 、なんかこれさ普通に、ああ、やっぱ行っちゃうんだね。すぐに戻ってくるシステム優しいよね。ほい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 。あ、ちょあ、ダメなんだ。あのシステムじゃダメなんだね。これ普通にでもさ、なんか、初見プレイやったとき、これでダメだった記憶があんまりないんだけど。まあ、強引に行ったね。なんか生えてきてるのか生えてきてないのかよくわからないけど。まあ、とりあえず行ったんで。よし、じゃーん、じゃーん。漆黒の結晶物。漆黒っていう言葉がね、かっこいいよね。もう、あ、これか。なるほどね。そっか、どうしようかな。どのタイミングで行こうかな。あ、こんなんあったっけ。ドナ様がミランダ様の養子となられた。長年仕えた身としてこんな嬉しいことはない。そういえば、こんなんあったっけな。落ちる何時と通じてしか人と、そうか。ドナ様がお加減がよろしいようだ。気のせいか人形何時まで以前より。ほほほう。あ、そうか。こん時にあれか。何やらわからないが、なんと怪しいことか。クラウディア様の墓前に植えていると、花の香りのせいか、どうにも頭がぼっとする。夢うつつに死んだ家内が見えるしますが、どの様に話すと大層喜びになって、明日お屋敷に来るよう言われた。もっと家内と合わせてくださるという、何やらわからないが、なんと。あ、で、それが、あの墓に出てきた、あのごっついやつになるのかなっていうオチじゃないのかと思うんだけどな。だよね。そういうことだよね、結局ね。皆さん、何のこと喋ってんのって、まあまあ、もう、また、わかります、戻ったら。うん。他また戻ってくるんでね。少々、お待ちください、お楽しみ。よし、よし。チュキン、チュキン、
さあ、で、ここまた出てくるのかね。どうしようかな。こっちにしとこうか。出て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 。あれ？あれ？人形じゃなかった？あれ？これ人形じゃなかったっけ？もうここに入った時からも幻覚見せられたってこと？俺らは。なんかそれっぽい。なんかそんな気がしてきた。はい。違う。さあ、じゃあそろそろ、マグナムが手に入る頃ではないのかと思うんですが、何かを拾うんですか。ここは別にあれだね。うせえ。ほい。で、またここ戻るときになんかいろいろいたりしてね。じゃあ2つ目手に入れたんで、そのまま進むこともありなんだけど、と、あいつってもう出てくるんだっけ、あの超強いやつ。物語で一体だけ出てくるね。あー、ごめん、ちょっと ロリってたか。目がいっちゃってるみたい。おやおや、これをご存知ですか。うん、知ってる。存じ上げております。あー、アイテムを購入しない。18万、あ、いけんじゃない、もしかして。物資の確保は何よりも重要ですよ。間違いありません。オッケーオッケーオッケー。で、結晶化した翼、ドミトレスク、アンジーで、あ、これはまだ頭がないから、マダリーナ人形も高い。おお、いいね、いいね。鳥の生肉はもういらないし、獣の生肉もいらないし、特上もいらない。おお、じゃあこれいけてるんじゃないですか。あ、13万。あ、いったね、30万。よし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 。なんとか、手に入れることができた。ショッ玉とかは、まあ、一応残しといた方がいいのかな。炸裂はいらない。マグナムもいらない。パイプでなぜか地雷が。ああ、アンジー城、なんと可愛らしい。ビスクドールは大変人気があるのです。で、なぜかドミトレスクに関してはスルーされているというところですね。よし。あーって。で、これを手に入れたから、そうだな、どっちかいらないな。もうこれいらないかな。ちょっと、まあ、で、あと手に入れるとしたら何を手に入れたらいいんだろうな。あー、そっか、なるほど。こいつがずっと使ってたキャラだったのか。キャラではないな。あ、そっか、ショットガンこっちに変えようかね。ショットガンこっちに変えてってなったらライフルがいらないから、そうだね、セミ落とし。燃えるのは生きている証。ちょ、間違えた。うん、それは知ってる。生きてるからお腹すくし、ね。今の心境はまさに武器をさらばでしょうね。うん、そうなんです。武器をさらばなんだけど、とりあえずでも言っても、これでいいかな。ダッドサイト、ライフル用。そうだね、W。威力を試すのがた。OK。で、8万の。で、武器カスタマイズ。ああ、全然無理だね。死んで。良き日よ。ありがとう。しばらく主力はこれでいこうか。そう、もうこれもね、無限弾なんだよね。あれ？あ、ちょっと待って。ショートカッツ。3番。OK。もうびっくりしたわ、今なんかもうバルコラックがファー言うてんのかと思った。違うね、普通に音楽が流れし始めるシーンだったね。ここで戻ってきただけだった。おう、どこで言ってる。あ、早くなってるんだ、大丈夫。やっぱりその間に弾切れるのも早いな。こっちはどうだ、いないね。どっかに、あ、いた。逃げなくてよかったのかい？かわいそうに。ありがとう。でも、高級っつったら何だろうな。そう、こいつを手に入れたんで、どうしよっかな。最後の村に戻る前に、一旦これで進んでいこうか。こっちでなんか井戸ガチャコンとかあったっけ？井戸ガチャコンはないよね。OK。
じゃあとりあえず一つだけ移動ガチャコンして、で、さっき日記書いてたのを、日記読んだじゃないですか。あの日記の書いた、書き主って言ったらいいの書き主って言い方が合ってるのかちょっとわかんないけどね。彼に会いに行きます今から。うん、誰だよって思うでしょ。いるんですよちゃんと書き主がね。違う、あったあったよし、オッケー。じゃあ行きましょうかね。はい、彼に会ってフルボッコにして、まだちょっとでも時間は余るかな。とりあえずこっちに戻ることがもうなくなるようにしたいと思いますんで、まあたまには最近ね、長めのパートも続いてるんで、20分前後のねパートも結構やってるかなと思って、たまには短めのパートがあってもいいかな。今度これ、あった、まだもう一個あった、ね、でん、お金はいくらあっても困らない、どうか頭に3億円降ってきて。最近なんかね、あのあれ読んだんですよ、あの両津勘吉のなんかね、2泊3日の旅行で3兆円を使い切るっていうの、あのスーパー漢字中川っていう、2004年くらいかな、2004年から5年くらいにかけてだったかな、のやつがあって、あれ読んだ時に、あ、もういる、そりゃそうなるわな。あれ、これ1匹だけだっけ、1匹だけか、そうか、そう、3兆円使うってね、いや、ほんともう3兆円でね、で、なんか途中で、あといくら残ってるんだ、1兆2000億円残ってますとかさ、1兆でも多分人一人が使い切ることのできないお金になると思うんだけどさ、さあ、で、どっかで、ね、お、来た来た、こいつこいつ。さあ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 、終わり、あ、終わらない、ほい、さすがだね。こいつが、さっきの書き主です。あの奥さんに会わせてほしいと言って、な、会わせてくれるなんて、なんとお優しいことかって言ってた人ですね。強っ。まあ、こんな強さを手に入れることができるっていうね。あ、溶けてなくなっていった。まあ、これで奥さんに会いに行くことができるでしょう。はい。まあ、ちゃんと、メイドの土産というか、まあ、メイドに送ってあげたということで、僕にも優しいよね、優しいお方だっていうふうに言っていただけたらと思うんです。クラウディアデビュー。そしてね、さらに秘宝までパクっていくっていうね。で、お宝はこれで手に入って、これね、移動のさせ方がわからないんだよね、毎回。あ、こういうことか。ちょっと待ってね。で、まだなんか残ってるな。水車小屋の火薬兵器と、前、あ、これはあれだね。で、魚は取った。で、ぶどう畑、川岸の隠し本。あ、これはあれだな。多分地下に行くやつだな。で、ここはルイザの遺品は取ってる。で、採取場はいらないから。よし、オッケー。じゃあ、まあ、コンパってちょっと早いと思うんですが、一旦ね、この辺りでね、区切ってね。次回どうしよっかな。村を散策するか、もう次進んじゃうか。じゃんけん、ポン。次進むことになりました。はい。あ、いや、ごめん。やっぱりやめた。マエストロ会いに行きます。マエストロ会いに行って、で、バルコラックアルファいるのかな。でバルコラックにまだ会ってないので、アルファが急に先出てくることってあるのかな。そこら辺も確かめてみたいと思うんで、一旦ね、そしたらまあ次回村散策編もう一回やっていくということにしていきたいと思います。ここら辺もさ、ちゃんとカラスを布に包んであげてるっていうのは多分ドナーの優しさなんだろうな。あ、もうドナーも総合的に優しいんだろうな。井戸であんな苦労させられなければ、うん、いや優しいよね。ということでね、ってやってますが、コンパートはね、非常とさせていただきます。違う、ここでは使えないよ。うん、あれ、ほい、両足のじゃん。はい、ということでね、コンパートもね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。ハマキに変わってるし、はい、ではぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、また応援よろしくお願いいたします。ではまた。